トゥナイトファイブ。はい、始まりました。トゥナイトファイブ火曜日担当、崎明ママです。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございますね。本当このトゥナイトファイブは、火曜23時から、はい、次の1時間に向けてゆっくりおしゃべりしていく番組でございます。1時間に向けてね、はい、水曜日に向けてね、水曜日に向けてゆっくりお話ししていく番組でございます。はい、そうです。メールアドレスの方が、はい、761@fmkoza.jp761@fmkoza.jp でございますね。はい、お願いします。メールの方もじゃんじゃん募集しておりますよ。はい、どうも、はい、というわけでね、まあ、今日僕らもね、いろいろありましたけど も、 けどもその前にね、ちょっと今日ゲスト来てるんで、ゲストの方がご紹介いたしましょう。ですね、なんて紹介しようかな。あ、地元の先輩でありながら、はい、もっと僕の職場の先輩でもありました、はい、素人の上間さんです。お願いします。どうもこんばんは、はい、結構緊張してます。はい、というわけでね、もう何のあれですよ、何の芸能関係の人でもないです。何もありません。じゃあもうあえて、じゃあ乗せましょう。乗せるっていうかね、うん、キャラを乗せる、キャラを乗せましょう。あ、いいじゃない、やっちゃいますか。何ですかね、スーパーウェブクリエイターっていう形位置。あ、なるほどね。今流行りのスーパーウェブクリエイター。まあ、見た目は完璧ですね。そうですね。あ、スーパーウェブクリエイターみたいな。あ、関係性はじゃあ言ったら余儀のあれなんですね。まあ、あの職場、もっともっと職場ね。な、何の職場なんですか。あの M が倉庫の。あ、なるほど。はい。M が倉庫。某 M が倉庫。M が倉庫のね、はい、県内3店舗展開してる M が倉庫。倉庫が入ったらもうそれしかないですから。はい。そこの、まああの。当時僕メンズ担当だったんですけど、はいはい、メンズ医療、はい、上間さんが、家具や家電担当しておりまして、そういう情報聞けるんじゃないかなと、まあ、これね、めっちゃ聞きたいんですよ。いい、聞いちゃって、はい、M が倉庫の話めっちゃ大好きで、 M が倉庫の話何でもするよ。昔も高校時代も行きに行きまくってた。行きに行きまくったよ M が倉庫、はい、もう M が倉庫でいいですよ。もう M がでいいですね。今もやられてるんですか。いや、今はもうやってなくて、実はもうそこからちょっといろいろあって、はいはい、医療関係に。あ、医療関係に。そうなんですよ。まさかの、もうスーパークリエイティブですから。フォトスリアスーパークリエイティブ、うん、スーパークリエイティブ、はい、何がクリエイティブか分からんけど。というわけで、なんか聞きたいことあるの。どうぞどうぞ。漫画さ、あ、もう言っちゃいました。いい、M が倉庫、はい、M が倉庫あるじゃないですか、はい、あれ、コインゲームがあるところとないところがあるんですよ、はい、ほうほう。この合わせの M が倉庫にはコインゲームがあって、うん、もう高校時代入り浸ってたんですよね。やってたな。めっちゃ競馬が好きで、はいはい、この競馬のあれがあったんですよ。コインゲームあったな。コインゲームがあって、もうめっちゃ楽しかったんですよね、はい、うん、で、他の店舗に行ってみたらないじゃないですか、はい、うん、なんか大きさとかによるんですか、やっぱり。やっぱりでしょうね、集客率とか、はい、単純にやっぱりリアルに利益がないとできないので。あー、なるほど、うん、それって、ここら辺かな。この中古の、中古の、絶対中古でしょ、機械な、機械な、うん、あー、絶対中古ではない。だって、あの、大きい競馬だったんですけど、あの、馬一匹も動かなかった画面だけが動く。本当はね、この、なんていうのかな、うん、模型みたいなのが動くはずなんだよ。動いて、させさせみたいなのの、このワクワク感を楽しむゲームのはずなんだけど、うん、馬は一頭も動かない、ゲートからスタート地点から動かんで、足カクカクしてるだけ。そうそうそう、足カクカクして足カクしてこの画面にだけ画面だけやってるやるっていうみたいなのだったんですけど、あ、それって多分誰かが中古で売ったってことですか。なんだろう、まあ、買い取ってんじゃね。そうですね、ちなみに僕がいた時は、はいはい、あのパチスロの機械の中古が本当に来たことあります、はいはい、結構来ますね。これって買い取るんですか、はい、一応買い取って、はい、こうなんていうの、デザイン的、家具的な、うんうんうん、要はもう動かないけどオブジェ的なものでどうぞってことで。ジャンク品好きなんだよ、はい、意外にそういうの。それで売ってましたね。うわ、いや、ほんと家具のプロよ。まあまあまあ、当時は、まあ、当時はね、家具マスターでしたから。家具になるんすか。家具家電マスターだから。あ、家具家電雑貨的な。あ、そう、家具家電雑貨、雑貨。 あ、なるほどね。そうそうそう、変わりましたよ、これもう。上間さんもやばかったからね、はい、教えて。その朝、俺夜勤だったわけ。はいはい、深夜勤なんなら、まあ12時出勤、夜の朝9時終わり、うんうん、で、朝勤。当時ね、よぎあれだったんですよ、あの劇場で僕なんかお化け屋敷やってたんですよ。今もなくなっちゃったんですけど、お化け屋敷が朝からなんですよね、うん、で朝からで、よぎはあの朝も出勤して劇場で出番出て、で終わってお化けもう一回出勤して、この M が倉庫に出勤してたんですよ。すげえな、ハードだよね。時間帯がもうであのやばかったんですよ、本当に。めっちゃ働きすぎて最後目奥にへこんでた。ガンジーガンジーみたいな。だから本当にこれ、あの僕の有名な話で、はい、もう M が倉庫時代3回気絶してるんですよ僕。あ、マジっすか。1回はもう、あの本当に疲弊、もう疲労しまくってて、もうめっちゃ疲れてて、やばい、運転も怖いなって時に、もう本当ガタガタしながら運転して、やっと家着いて、家のドアノブ握った瞬間気絶したんですよ。
安心で。まさかの。ほっとしたやつ。やっと帰れた。バタ。気が抜けていっちゃったやつ。とかね。気絶するまで働きます。いや、そんなん聞いたことない、ね。で、一回はもう、あれですよ。この、バイト終わった、もう今日、はぁ、もう帰るぞって言って、バイクのハンドル握って気絶するとか。危ない、危ない。いや、もう本当に帰れるっていうのだけあって。安心かい。とかもあったんで。これ、M が走行あるあるってあるんですか？ M が走行あるある。あるある。まあ、なんでしょうね。僕一ついいですか？いいですよ。知り合いが売るとちょっと値段つけちゃう。ああ大丈夫かな。これいいですよ。全然全然いい。全然じゃないとね。じゃないと多分ダメですよね。そうですね、うん、やっぱまあそうやってお客さん大切にするっていうのも含めて、うん、まあお客さんで宣伝もしてもらいたいし、うん、リピートね、リピート。いやあるんだよこれ。じゃあ何、うん、行ったらですよ、行ったら今、はい、僕と上間さんも知り合いになったじゃないですか、はい、で上間さんが担当してる時に僕が鼻くそ売りに来たんですけど鼻くそは1円、うん、何でも売りますから1円つけますね。殴るぜいや鼻くせやしゃー死に殴らず。例えばの話なんですけど例えばな、うん、いやでもほら、ね、最近、はいはい、やっぱ家具家電の興味持ってるでしょ。いいで、ね、そうなんですよ。なんか何か欲しいのないの、うん、あちょっと欲しいのがありまして、はいはい、なんですか、このちょっとしたテーブルってあるじゃないですか。ありますね、いっぱい入ってきます。あ本当、いっぱい来ますよ。結構来ますね。ちょっとしたテーブルですよ、ちゃぶ台とかじゃないですよ。まあ、横から縦に出てきてくれるやつみたいな。いったらソファーで、うん、僕なんかお家がテレビ、ご飯食べながらテレビ見たいんですけど、うん、テレビのとこないんですよ。なるほど。で、いったらご飯はご飯食べるスペースでテレビ見れなくて、だからソファーのところからテレビは見れるんですけど、そのソファーにこのちょっとしたね、テーブルがないんと。テーブルがないんですよ。なるほど。本当にちょうどいいやつだろ。うん、ちょうどいいやつ。なんかバーベキューだったら嬉しいぐらいの。そう、うん、そう、なるほどね。はい、そういうやつ。お墓参りだったらラッキーだろみたいなそんなテーブルあるの。アウトドアのやつね。ね、そとかも普通にあるんですか。これタイミングなんで。タイミング。やっぱあれば出すんですけど、はい、でも実際あって置くと結構売れちゃいますね。あ、やっぱりそうなんだ。やっぱそれ欲しいべ。需要があるんだよな。やっぱ需要があるやつ高いんですね。何が本当にすみませんね、今もうやめてるはずなんですよ、うん、2人とも、うん、はいはい、そうそう、聞くのもなんですけど、何が一番めんどくさかったっすか。あ、これ聞きたい。聞きたいだろ。この本当の店員のガチなやつ、はい、メンテナンス。メンテナンス、メンテナンス、はい、これ買い取ったものを売るまでのこの作業がやっぱ物によって違うんですけど、はい、それをやっぱ時間かけて綺麗にして値段をつけるっていう作業が結構まあ地味ではあるんですけどね、大変なんかな。あ、それほんあるあるだわ、うん、で音が出なかったりとかですか。まあ、例えば家電で言うと実際中のホコリを綺麗に取ったり、見えないところの汚れを確認したり、はいはい、まあ、やっぱり最後に動作確認で、家具だと実際重かったり、こういうなんか綺麗に売るまでのなんですかね、適当にただ汚れたままで置けないので。なるほど。で、置いても実際値段500円とか、うん、まあ、なんだけどこう早く売れちゃう値段っていうのを実は設定したりもします。なるほど、うん、邪魔になるもん、ある意味ね、でかすぎてもな、まあ、置けないっていうのもね、いっぱいありすぎて、早く買ってほしいんで、やっぱそこをこう、うまく値段つけて、逆に買ってもらう値段、お客さんね、やっぱ好きな人毎日来ますから。なるほど。毎日見て買ってきますね。毎日来ますね。毎日常連さんいます、いっぱいいます。いや、いたわ、うん、どこにでも常連さんっているんですよね。いますね、常連さんいたわ。本当に本当にメックあ、マックなんですけど。あ、もう行っちゃっていいよ。マックの常連さんもいるらしくて。あ、いや、ありがとうございます。さすが小座の街並みでございます。いいね、いいね、小座っぽいね、うん、で、そのメックで、メックにも常連さんいるらしくて。メックは多くない、常連で、おばあちゃんが常連らしいんですよ。あ、朝とか、朝とか、おばあちゃんは率が高くて、国際通りのマックなんですけど、はいはい、おばあちゃんいつもこの朝勤の人にバスが来ないけどって言い始めるらしいんですよ。何だろそれ、お前ナンバーってなってる、うん、バス来る時間に来いじゃんやってじゃあバスをマックに引きに来んなっていうのがあったらしいですね。はいはい、いや、常連さん、ね、はい、あるある。あ、さすが小座の町で、yeah. 小座の町ですね、本当にね。点決めました、ありがとうございました。サッカーで点決めた時のねノリやね。まあまあでもね、飲んでるんでしょう多分みんなね。ありがとうございます、さすがですよね。火曜日から飲み散らかしてください。いや、本日もやったらメンテよ。メンテあったよ、うん、メンズ服にも。どんなメンテすんの。革ジャンとかコロコロかけたりとか。いや、もうあるんだけど、革ジャンとか着たらやばいわよ。革ジャン、例えばめっちゃ物いいわって、うん、わ、これマジで5万ぐらいするだろみたいな、うん、っていう革ジャンでも来るときやっぱカビてるわよ。革ジャンってカビるさ。まあそうですね。でも自分ね、何もできないからもう売りに来たと、うん、でもこれ直せば、洗ったりとかよ、なんか油塗ったらまた直るわよ。でこの時値段の付け方が難しいわ。やっぱり洗ったらこれ使えるから売れるやつさ。でも今現状汚いなみたいな。洗うば、その時って顔じゃん。ちょっと洗っていいわよ全然。お前が洗うわけ。俺が洗濯機だ。洗って
洗ってた？裏で洗濯機で洗ってたんですよ。あ、本当に？で、外で影干ししてみたいな。あ、やってた、ね、で、あのコーティング、はいはい、深夜だったんで僕はそれコーティングして、で、あの油全部また塗ってみたいなの3回から繰り返すんですけど、これやったら高くで売れるけど、うん、やらんかったら売れない、うん、で、今現状カビてる、さていくらってなる。いや、カビてるとかなったら、ね、お客さんとしては買いづらいですもんね。そうですね。中古ってなった場合は200円いきましょう。いい、じゃあもうダメさ、200円ですか、相手が売らへん、それやったら、うん、あ、200円この顔じゃ、ね、めっちゃいいよみたいな、うん、いや、カビてますやん。だからこれを文句言わせない値段設定っていうのみんなできるっていうか、漫画倉庫の人、あ、もう M がの人は M がね、 M がね、 M がの方々は M がってなんか、 M がめっちゃすごいよ。ちょっとエロいだろお前、天下みたいに言うちょっと似てるね。そうですね、 M がもう打ったから、ね、M がっていうのだから M がに天下打ったからって、これガチなやつね。 M がの AV コーナー天下打ってるから、打ってますね、打ってる打ってる、安いですもん、安いよな卵型とかな。でもあれじゃないですか、なんだろう、うん、俺ちょっと気になったんですけど、はい、うん、ちょっとごめんなさい、あのやっぱね、自分が欲しい商品、はい、あ、自分が、うん、あのいたら買い取り査定をするじゃないですか、うん、買い取り査定をして、うわこれめっちゃ欲しいって思う時ってやっぱあるんですか。いや、あるあるあります。バンナやろ、間違いなくあります。これみんな、じゃ誰に聞いてもあるっていう、これ個人の多分趣味嗜好が出てくるんで、はいはい、これはちょっと僕欲しいんで値段つけますとか、正直上に相談してでもどうしても店頭に置きたいとか。ああ、店頭に置きたいんですか、それってもう手中に収めたくないですか。そうです、ね、いや、もう自分の手にしたいけど、うん、でももうやっぱ自分が評価してしまったから、いや、言いに行くわ、これもう俺買い取ります絶対に、うん、だからちょっと値段つけて、俺800円プラスでも売れたらいいと思うんで、こんだけつけますとか、なんか直談判しに行くわ、で戦って、もちろんケチらされる時あるよ、売れるわけねえしや、うん、考えれや、苦しいよとか、まあ、俺の時は上司がもうほんと口悪かったから、苦しいよや、痛い痛い、こんなんね買うなとかいうタイプだったな、その時の上司は。でもそれで負けじと行くみたいな、なんかなんていうの、プライドがあったから、なるほど、絶対買いたいっすみたいなのをやったりはする。で、欲しかったらもうルールみたいなあるんですよ。そう、ルールが、そう、買い取ったやつはすぐ社員が、あの店員が買っちゃいけないっていう、そう、ルールがあるがあって、お客様第一だから、そこは、そうそうそう、なるほど、なるほど、まあね、そこは、いや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 、いいね、さすが外の街並みでございます。ガラス張りからいやいや言われて、でルールがあるんですよ、裏のルールが。それをちょっとこう乗り越えて、うん、もうまだ生き残ってたら手にね入れるチャンスがあると。あ、なるほど、回ってくるんですね、回ってくる。いや、客がお宝を探しきれなかったんだなって、もう笑いながら買います。そう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 俺たちは探したぜ、ね、俺たちは知ってんだぜ、お宝あるの知ってんだぜ、そうそうそう、むしろちょっと待ってあげてんだぜ、そうそうそう、なるほどな、とかもやってました。あるあるだな、面白いですね。みんな言うわよ、わ、これ欲しいみたいな、うん、いい、しかあるかなとか、うん、こういう会話が広がってる裏では、うん、なるほど、っていうのありますよね。あるある、取るな取るな。あ、じゃあ実際買われたこともあるんだ。 あります、欲しい、いっぱいあります。欲しいの俺がリジャって時に来たわよ。あはー、うわーってなる、ほんとにショックだよね。あれマジショックっすよ。あるある。あ、そうなんだ。で、なんかこういいの入った時にこう、はい、残ってて買おうってその日の帰り行ったらもうないとかね。着替えてとか、一回荷物行ってタイムシート押して行くぞ、あれないよみたいな。で、このなんかタグみたいなの見たらあるわよ。ある、そう、自分が欲しかったやつ、もう売られてるその残ったタグがあって、あ、買われちゃったなみたいな。この切ないっすよね。切ない、ほんと切ない。あるあるなんすね。うわ、面白いっすね。 M があるある、 M があるある、めっちゃ、俺 M があるある多分僕もあると思うんですけど、これでもリオの場合客側のあるある、はい、聞きたい、うん、聞きたいね。あ、やっぱりね、この買い取り査定ってあるじゃないですか、はい、ある意味ですよ、僕たちは、うん、あの履かなくなったものを、うんうん、あの売りに行くじゃないですか、はい、言ったらね、ちょっとでもお金になればいいやっていう考え気持ちでね、うん、ちょっとでもお金になればいいやっては言いながらも売りに行くんですよ、はい、その時の査定額が20円とかだったんですよもう、あの、もうパンパンに持ってきてると、パンパンに、あ、はい、ありますありますよ、言ったらこれもう一斉掃除した後に、これ履かないでしょ履かないでしょ履かないでしょって、うんうん、履かないなりにも思い出とかあるじゃないですか、うん、一応は買ったんだから、お店であるよ思い出は、たくさん T シャツが何枚か分からんけど、ね、一応思い出はあって、バンってボーンと置いて、いくらですかって言って、しゃあ一応この中でまた行ったら、カメレオンクラブシステムって言うんですけど、僕売るもの売って買うもの買うみたいな。なるほどなるほど、なるほどな、カメレオンね、クラブシステム、カメクラシステム、カメクラシステムできると思ったら、で、買い取りさて終わりました、はい、番号来たぜ来たぜ来たぜ、ボーン行ったら20円です。いや、ふざけんなよいや、ふざけんなよやってなるじゃないですか。これその時の反応ってやっぱりどうですか、心にきません？こっちも苦しいわ。そう、分かってはいるわよ、うん、本当は1円でも高く出してあげたい。そう、ただその時に状態とかよ、うん、まあ、匂いもそうだし、状態いいよ、いや、あるわ、持ってき方とかね、持ってき方、ただ入れてくるやつと、こう畳んできてもらうお客様、やっぱそこはね、ちょっと見るの愛情を感じると少しこう
付けたりもする。ああなるほど。じゃあこれ今聞いてる方いいんじゃないですか。絶対畳んでいってください。これ僕は本当ゴミ袋に持っていく。これは典型的にダメなパターン。これダメなんです。なんですか。やっぱそこになんかこうね。なんでしょう。て、なんだろう、こ、なんか優しさというか。いやいやいや。愛情。いらんわよ。車に置くときに畳んで持って、ま、邪魔になるさ。うんうん。だったらもうすぐ渡したいはず。もう。まあわかる。バーって入れた方がいっぱい入るんだから。うん、そうだね。わかるわよ。これでも店員とこの客側の本当にもう駆け引きというか。そういてんというか。なるほど。なんだろう。やっぱそうなっちゃうね。ゴミ袋できてるやつさ、これどうする一応見るみたいなのって見ていて、もちろん見るんだけどね、はいはい、そこにお宝がある場合もちろんお宝あるでしょ、あるときはある、ただないときはでもこういうの入れる人って基本持ってないもん、そう、お宝が結構ちゃんとしたものを持ってくる方っていうのはやっぱ綺麗に畳んできちゃうんですよ、段ボールに包んで、そうそうそう、思い出があるから、でその洋服一枚一枚いい匂いしたりするよ、そうそう、それなんか嬉しい、すでにダウニーの香りがする、そうそうそう、開けた瞬間あもう何すぐ店頭出せるやつだもんね、そうなんです、そうなると、なるほど、そうメンテもいらないし、じゃわかりました、あの僕の寝巻きを木箱に入れてきます、ね、木箱、木箱ね、まあ、その木箱も買い取りますよ、そうそうそう、木箱も込みでじゃあいっちゃうかな、畳んで木箱に入れてきたら値段つくってことですね、つきますよ、木箱代かっこいくらとか、うんうん、そうそうそう、雑貨で取ります木箱、あなるほど、雑貨で何でも買いますから、はい、あまあ、すごいです、本当に何でも買うんですよね、やっぱお客さんのイメージだりし、うん、店員がみんな自由ばい、なかなかよ、服装、髪型、そうそうそう、ピアス、もう目の色何でも OK、 確かにまあ、人から見たらよ、なんだこの柄の悪い店員たちはって、うんうん、まあね、多分それも多分ね、店員さんも知ってるわよ、俺も分かってたし、うんうんうん、俺もなんか普通に私服だったし、うん、で店員もなんだチャラチャラしやがってみたいな目で見てくるし、うんうんうん、でもなんかそこをこの許してる M ガさんのあれだよね、この心の持ち方だよね、うん、そう、それでもスタイルだよね、それでも僕たちはやってますみたいな、そうちゃんと貫きます、ちゃんとお客様買い取ります、うん、で会社のルールもありますみたいな、うんうんうん、1週間誰も手出しませんよとか、出しません、裏では本当はいいことやってるみたいなね、うん、バレない、バレないけどね、なるほど、もう見られないけどね、見えないところのね、でも人間は見栄えって言うしても、なんだかんだ、そうだね、印象5秒みたいな言うし、はい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 、そうですよ、うん、なるほどね、でもマイナススタートでも例えば M ガさんは頑張ってね3店舗出してるわけだから、そう、あ最初マイナススタートだったんですか、いやいや、もういいよ、店員さんよ、店員さんの見た目のマイナススタート、なるほどなるほどね、いるやし、でもこれすごいっすよね、リサイクルを考えたっていう方、うん、言ったらもう根本ないじゃないですか、うん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 、ないないない、買い取りから始めるっていうのはなんですけど、ね、あっちが持ってきて、うん、で僕たちは商品も発注もしてない上に、うん、あっちがこの買っていく、買って持ってくる商品、そうそうそう、ね、めっちゃいい、これ考えた人すごいですね、システムだろ、だ本当に僕店員で言ってなんかこうやってた時思ったんですけど、はい、お客様にとってはすっごいいい店だなって、うん、なんかこの本当になんていう必要なかなかできないことをやってる会社なんだなっていう、あ、そうですよね、そこはもう僕本当にもうずっとこうなんだろう関心というかすげえと思ってて、うん、そうですね、働いてる店員さんがね、ただちょっとそういうやっぱそこだけ、うんうん、いろんな苦労があってなんですけど、大変だけどやっぱいい会社、うん、必要だ絶対、そうですよね、でもリサイクル、行ってきますもん、うん、確かにやっぱ行くもん、みんな行ってるし、みんななんか物買ってるだろうし、うんうん、1回は買っちゃうもんね、なんか知らないやつとか、結構逆にちょっとお菓子とかさっき言った UFO キャッチャー、はい、ゲームとかもあるから、こう時間をちょっと、そうです、子供たね、選んでないと子供ちゃんたち遊んでておいで、うん、みんなもできるっていうのが、漫画も見れるし、そうそう、まあね、あすごいですね、いい会社考えたら、うん、だね、あれで本当になんかもっと頑張ってもらって、うん、こう大きくというか記録展開してもらったらね、うんうん、そうそう、俺の時の M ガのメンズのリーダーがめっちゃ怖い人だったから、うん、本当にもうしばかれてたから、俺これ昭和かって思ったの、これあのあれかあの人か、あの S さんって方がいて本当にこう本当に砂川さん、砂川さん、違う、砂川さん、 S さんって方がいて、はい、本当にあのスパルタってこともあるし、はい、あメガネかけてた人、メガネもかけてました、たまにエソさんって方か、はい、もう典型的な、おいみたいな休憩中寝てんじゃねえよ、追いかけんぞみたいな、追いかけられたりとか、ディズニーみたいに休憩中なのに追いかけられた、今言ったほら、おいたせあるじゃないですか、あの、うん、お化け屋敷やって、カゲツの出番やって、休憩1時間あるんですよ、深夜勤、12時出勤して2時に休憩なんですよ、うん、早いけどね、そこで1時間仮眠取って俺は戦いに行くみたいな、うん、あと6時間、うん、寝かしてくれんばよ、うん、キャッチボールしようぜとか、何番そいつ、キャッチボールしようみたいな、やばい、あるね、あるね、それそいつ打ったらいくらになるのかな気になる、気になりますね、気になる、マジで20円だと思うぜ俺これこそ20円、それこそゴミ袋で持ってくれる、すんじゃねえもんね、なるほど、いい人だけど優しかったけど、ね、そういう癖のある人だったのよ、商品にならなかった商品とかあるんですか、あこれあの言っちゃっていいのかな、これこのまあ某 M ガ倉庫さんの1店舗の廃棄量、この月に
30万以上っていう話だったのね。廃棄、廃棄で30万出ちゃうっていう月で、うん、だからやっぱり捨てちゃう商品がちょっと多くて、うん、やっぱりこう出したいけど出せないとか大きくて出せないとか、うん、出す手間考えると利益がないからって捨てちゃうんですけど、30万ぐらいかかってたらしくて、うん、やっぱりそんだけでもマイナス出してでもお店を維持していこうってみんな頑張ってね利益出してるんで。でも何がすごいかってめっちゃ褒めたいなっていうのが、褒めたいっていうかまあ上からだけど、いいなって思ったのがこうなんか洋服寄付する政策もやってれば ありますね。寄付いたこのなんていうのかな、うん、まあ、状態がいいけど今出せなかったとか、うん、あの間に合わなかった利益に なりそうにないなっていうのを、まあ、恵まれない子たちに寄付するみたいな。あります、めっちゃいいじゃないですか。そのボックスが那覇にはもあるし、うん、だからお客さんがもう任意で自分でこう入れちゃうボックスもあるんでね。そうなんですよ。これ査定もめんどくさいからもう、そうそう、もう上げて誰かにみたいな、うん、でその代わりね、それをまた僕たちが査定した金額分をその寄付するっていう形とか、そう切れそうなものあげたりとかね。あ、これあんま知られてないけどやってるから。そう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 、めっちゃいいじゃないですか。本当はめちゃくちゃすごい。じゃあ言ったら僕の寝巻きを履いてる方がもしかしたらいるかもしれない。そうそうそう、いろんな国にね。いやー、あれは染みついてたぜ、うんうん、それね、当たらない人がいるさ、海外とかよ。そうそう、恵まれた子たちにお前の洋服が行ってるかもしれない。なるほどな。ってなったら兄弟が増えてるみたいな感じで。そうそう、お前の染み兄弟が増えてる。いいですね、染み兄っていうのも。染み兄新しい。そうですね。あ、でもいい話聞けました。面白いですよ。いい感じですよ。まあまあ M ガスとかこの辺にしまして、ね、あ、はいはい、まあ、あのこの後ね、まだ時間もたっぷりありますけども。そうですね。上本さん逆にあの、うん、今ね、またお仕事移って、はいはい、この、まあ、北中の先輩じゃないですか、はい、そうなんですよ、北中の先輩。当時の北中の話聞きたくない？あ、聞きたい、うん、当時の僕たちが北中城出身なんで、はい、うん、言ったら僕たち今、はい、年齢がいくつでしたっけ、うん、僕今33、今度4ですね。33、4だからちょうど8年先輩なんですよ。はい、8年だから小学校でも被らないし、中僕たちが小1の頃に中2とかですもんね。はいはい、あ、そっか、そう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 、だからその時言ったら、うん、一番荒れてた時代のこの北中、うんうん、なるほど、なのかなと思って。ああ、このあれね、まあやっぱ年代が上になればなるほどやっぱ荒れてるから、 やんちゃなお兄ちゃんたち世代ってことね。僕なんかで言ったら、あの、はいはい、U の字座ってる1年生がいたら確実に苦労されてたんですよ。 U の字、あの、わかります？センターホールっていうか、ありました。ああ、そう言ってたんだ。はい、あそこ通ったらダメなんだよね。あそこ通ったらダメなんですよ、ね、でその U の字は先輩しか座れなかったみたいな、はいはい、ありましたね、のがあって、はいはいはい、はい、ありました。あの僕技術室っていうか、うん、技術とか美術室に移動するときに、北中の話ね、これの話ですけど、この移動するときに U の字があったんですけど、うん、U の字に3年生が溜まってるんですよ、はい、また座り方もヤンキー座りですよ、うん、U の字で、うん、お尻下ろせばいいのに、U の字なのに、 U の字でうんこ座りしてるんですよ。何考えてるのかなと思いながら、うん、でキンコンカンコンってなってるんですよ、はい、で、うん、で行って、あ、この人たち動かないなと思って、バッて俺授業受けて帰ってきた時に、はい、この人たちまだいたんですよ。え、どういうことってなるっていうか、うん、授業受けてない、受けてない、授業受けてないんですよね。で本当に怖かった人いたもんな。もうセンターホールを見ただけでやこいってなってたらしくて。あ、でも俺たちの時代もあった。あ、やっぱあった。あの、その通れないやつと、あとなんかこう先輩とこう、なんだろう、道すれ違う時は、はい、なんだろう、こう頭をなんて下げ続けるやつ、挨拶っていうのは、うわ、きついっすね。練習、しかも練習、あのゲームの練習ぐらいのやつで、あれしゃ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 、何も言わないけど、こう頭をヘッドカタ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 、ヘッドバッキング、そうそうそう、それのちっちゃいバージョンやってた、やらされてたやつ。俺はもうなんか固くなに断ってて、はい、ちょっと目つけられたからね。いやー、そうなんですよ。ちょっとね、呼ばれる、お前ちょっと来いっつって。なるほど。どうなんですか。いや、もうこれぶっちゃけ聞くと、うん、やっぱあのゆとり世代じゃないじゃないですか。あ、そうですね、もう上山さんにぐらいになると。そうだね。やっぱその時の先生たちとか聞きたくない、うん、先生たちとか、やっぱもう行っちゃった鉄拳世代の時代じゃないですか。鉄拳まで行かないけど、ビンタとか普通にあったよね。何してビンタされるんですか。え、僕の話、はい、え、僕だと例えば言っていいのかな、いいです、先生、まあ、まあ、あるね、中学校1年の時にちょっとこう小学校時代から因縁のあったやつ呼び出して、お前ちょっとムカつくんだよっつって、こうバーンってこう言ったら、こうヘッドで言ったら、こう鼻血ブーで、あー、なるほど、なるほど、先生呼ばれて来い、ビンタで、親も呼ばれ、あ、まあ、まあ、それはそれ喧嘩のもんですから、ね、ちょっともうやんちゃというか、まあまあ、でも仕方ない、たまたまね、うん、たまたまそういう風になっちゃった。ああ、なるほど、ね、元そういうことじゃない、キャラじゃない、ね、なるほど。ただね、うん、僕たちもゆとり世代って言ってるじゃないですか、うん、ギリゆとり世代なんですよ。ギリ途中から変わったんだよ。途中から変わった、小学校くらいからかな、うん、はい、土曜日も普通にあの会った時あったじゃないですか、ハンドの時代で、はい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 、僕らだから途中からゆとり世代に変わっちゃって、でその
でゆとり世代変わったからちょっと甘かったんですかね、うん、あの恐ろしい先生がいたんですよ小学校の時に、うん、いたいたいた、ハンバキ目の前でこの先生の前でハンバキしてたらあのフルスイングでビンタされるっていう、フルスイングかフルスイングビンタかロッカーにめり込まされるめり込まされるハンバキしてるなっていうのがあったんですけど、だって木のロッカーに人がめり込むんですよ、ハンバキだけで、はい、そんな先生いたんだ。外にいて、そうですね、ちょっと猿ゆとりにしたんですよね。猿っぽい先生、あ、猿っぽい子が、ね、はいはい、ハンバキしてたんですよ、その先生の前で。で、その先生がポンポンって肩叩いて、ターンってピンタしちゃったんですよ。そしたら、なんか知らないけど、この猿っぽい子が、ウキーって言ったんですよ。本当に。マジで本当にウキーって出よったんですよ。本当猿。多分ビンタ、あ、猿だったって。ビンタの音と、口が歪んで喋ったのがウキーだったの。あ、たまたまそれ発音になっちゃった、はい、はい。とかもありましたね。あー、そっか。でもこの事件は本当なんですか、僕なんかの噂なんですけど、はいはいはい、この北中の噂ね、はいはい、どうぞ。北中の噂、あの上等車で来たら、はい、先生方が出勤したら、はい、ひっくり返されてたっていう、あー、これ聞いたことない。あ、本当ですか。うちの世代では多分なかったと思うんだけど。なるほど。その間かな、じゃあその間かもしれないですね。そこまではないんだ。俺なんか聞いた話あってよ、あの運動場までの階段あるじゃないですか。はいはい、あります。ああ、ちょっと長いタカ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 タって、うん、まあ、階段なんかちょっと長い階段あるんですけど、うん、そこはいやちょっと怖いみたいな、まあ、怖い先輩が来て、はいはい、目つけたやつを今回チャリに縛ってそこから落とすみたいな。めっちゃ怖いわ。それはないな。チャリに縛りつけて階段から落とすみたいな。すごい。でもちょっと見てみたいな。怖い。昔だからめちゃくちゃ怖くない？あったって聞いたよ俺。チャリの椅子じゃないよ、シートじゃなくて前に座らせて、前か、しかも前か、要は前、前輪の上に座らせて、はいはいはい、泥除けの上にそこに紐を縛ってから。なんでここまでされんといけんと思ってるはず。で中学生レベルじゃないよね。で漕いで、その先輩が漕いで離されるって怖っ。階段ダーンって降りていくっていう。見てみたいけどね。だ僕が聞いた北中の話なんですけど、はいはい、これ小学あでいたらね、思春期じゃないですか。まあまあね、バイクがめっちゃ欲しいんですよ。欲しい。いろんなところからバイクをくすねてきたと。うわあ、もう本当に最低だよ。でバイクをくすねてきて、それを農道の横の方に隠してたって。はい、ああ、農道ありますね。うんうんうん、農道が農道って畑の道があるんですよね。全然人っ気がないところなんですけど、そこに隠してたって。うんうん、でやって、でそれを駆けつけて先生が見に行ったから。本当中古車屋ぐらいバイク屋なんですよ。バイク屋ぐらい、バイク屋ぐらい、おバイク屋かって言ったらしくて、やりすぎだろ、やりすぎだったっていう。すげえ、そんなやついるんだ。バイク屋を経営してた方がいたっていう噂も。バイク屋経営してたね、はい、これ2万ねとか。すげえな。いや、ほんと先輩の年齢はすごいよ多分。すごいですよね。俺なんかもうそんななかったもん。だからそういう北中の伝説的な。北中の伝説。はい。あれはマイケル先輩は。ああ、あの人はもう有名。あ、有名ですか。あの軍人さんね。あ、そうですね。倒したとか。マイケル先輩は、うん、これはあんまり知ってますよね。うん。これみんな聞く。最強の男って。そうそうそう。最強の男でタトゥー彫ってるんですよね。はい。髪しか俺を裁けないってタトゥーを。うん、もうやばすぎるだろう。彫ってるらしくて、なんかたまたま。チャンピオンだったっけな、なんかボクシングゲームチャンピオンの方が、はいはい、このマイケル先輩が乗ってる車に向かって、あ、バイクに向かってファッキューしたらしいんですよ。おい、そんなやついる。いるらしい。荒いな。で、言ったらもうマイケル先輩は、ありがとうございますってバーっとつけて、そしたらあっちも自信満々さね。ボクサーだからな。で、そしたら意外に言ったらマイケル先輩でかいから、おいおいおいって。で、やって、ボクサーがパンって殴ったんだけど、こんなもんか、ドーンってなって、チャンピオンに勝っちゃうっていう噂を聞いて。すごっ。チャンピオンなのか分かんない。多分チャンピオンではないんだろうけど。いや、でもそれでもすごいだろ、ボクサーが素人が勝つってすごいだろ、うん、そんぐらいもマイケル先輩の悪魔列伝みたいなのあったんだろ、はいはいはい、だマイケル先輩の妹はもう生徒会長ですからね。あのハーフの美人、そうです、うんうん、ミランダ、あミランダさんはいはいはい、ミランダさんだから極端ですよね。すごいですよね。この設定漫画ぐらいじゃないと出ないやつ、ね、はい、兄弟が、妹が生徒会で、そう、お兄ちゃん極悪って、やばい伝説の伝説の男っていう。本当北なんかじゃ知らない人いないよねこれな。確かにこれ有名、これ有名やね、うん、何歳マイケルさんって、マイケル先輩は、僕らの何個上、何個上になる、6個とかじゃないですか。だから、あ、じゃあ近いね、上山さんの僕の2個下ぐらい。そうですね、近いね。僕なんかでもそのマイケル先輩じゃなくて、僕の先輩はミッチェル先輩っていうのみたいな、はい、うわ、あ、知らないですよ。でこの人の妹も多分生徒会とかじゃないか、かぶってんのかな。ミッチェル先輩のなんか聞いたことある話なんすか、なんかないですか。そうそう、あのね、僕の告白レッスン、この人も本当に現役、その中学校でもすごかったんだけど、はい、僕が同級生で
21とか2ぐらいに総合格闘技に目覚めて、ミッチェル先輩が、あ、いや、この僕のまず友達がね、友達がそう、友達ミッチェルと関係あるんだけどね、その友達がミッチェル、あの、違うじゃない、総合格闘技やってて、はい、2年ぐらい行きたいって結構ムキムキになってたのね。で本人すごいなんて自信持ってた時期に、こう居酒屋の前をバイクでバーってうるさいって言って、はい、こうヤンキーっていうかね、このお兄ちゃんたちが集団で走ったよ。で本人やっぱ強いから酔っ払ってたし、こう靴投げたんだって、うるせえ、攻めた攻めた、国際通りにうるせえって投げて、したらなんかこう、こうなんかお前か、誰だ投げたの、誰だよみたいな、絡まれて、俺だよって言って、会社の上司が止めるのも聞かずに、俺だよって前に出て行ったんだけど、でなんか一人出てくるなと思って、最初はこう自信持ってたけど、だんだん近づいてくると、めっちゃでかいこう人が出てきて、やばいやばい、ヘルメット見たハーフのそのミッチェル先輩で、ミッチェル先輩来た。その当時はその友達知らなかったんだって、はい、で実際にこう自信持ってやったら、あの一発で KO されてたんです、やってんのに、あの、ね、本人曰く3メートル以上吹っ飛んだらしくて、うわやば、ミッチェル先輩バキの世界じゃないですか、ほんとほんと。でこれでなんかで本人気絶して起きたら、もうやっぱ一発で逆に相手も乗しちゃったから、もうすぐどっか行っちゃった。でその後こう地元の人に話を聞くと、いやあの人はミッチェル先輩だと、やばいんだよと、列伝だ、例のやばいやつで、俺聞いた、いやそれで本当にダメなやつって、そうそう、ですごいのが、何がすごいかって、ミッチェル先輩未だに走ってるってね、逆になるほど、その当時で多分3年4年ぐらい前かなで走ってるから、今もしかしたらまだ走ってるかもしれない、現役の、そうそうそう、うわーいるんすよね、大丈夫、聞いてたら殺されないから、大丈夫来ないから、伝説の話になってますから、伝説で、伝説で、レジェンドで終わってます、レジェンドで終わってほしいよね、ただこんなんあったんすよ、うん、あのリオがいなかったのかな、リオいたかな、うん、あの、まあ、僕の友達にシュンってやつがいて、あの東シュンっていうやつがいて、こいつ、ね、まあ、ほぼもう同級生の中でも帝王ぐらいの位置にいるやつ、おすごいです、もう死に発言力高いっていう人間で、うん、でこいつと、まあ、僕らの、ね、よくラジオ出るコーキーっていうやつがいるんですよ、釣り好き野球部の、はいはいはい、であの僕とタカピョンっていう4人で、あのこのこっちクラブ行ってたんですよ、はいはい、沖縄市 の、はいはい、あの当時ガーデンって呼ばれた、あ、ありましたね、クラブ行ってて、で帰りにもうちょっとみんなベロンベロンになってて、であのその時に、まあ、ご飯とか食ってたんですよ、はい、一丁目ストアで、はいはい、ありますで食ってて、そこでなんか今言ったちょっと古い方の、うん、古いタイプのバイクの集団が来たんですよ、はい、旧車っていうんですかね、まあまあまあ、ね、あま、ね、あのもう長靴本気で履いてるみたいな、でちゃんとそういうなんか特攻服じゃないですけど、はい、なんか決めてるみたいな、うんうん、なんかブエーって本当に10代から来てて、で多分何を思ったんですかね、はい、この東運ってやつがちょっと喧嘩っぽいとこあるんですよ、酒飲むと、ね、あーうるせえなっつって、でうるせえなって、でその時同じように持ってたタオルを投げたんですよ、うん、おタオルいった、丸めて、はいはい、固くしてから、うん、って投げてちゃんと当たったんですよ、タオルいっちゃったんだね、旧車のやつらに、うん、顔にコンタ、まさかの綺麗に当たったんですよ、うん、こうみたいなでもちろん来てこっちに、うん、もう U ターンして、はい、全員来る、10名ぐらい来る、ね、お前らって分かるからちょっと裏来いっつって、うん、日系の裏に呼ばれまして、あ、はいはい、日系の裏、あの、うん、ごつごつした駐車場、はい、岩のでなんかそこでもう10人が本当に30超えてる人たちが囲まれて、で僕怖すぎて、うん、もう僕思いっきり逃げたんですよ本当いやいや正解正解、こいつはあれなんです、逃げれる人間、すごいね、卑怯って言われてもう関係ないんだね、こいつ関係ないですよ、で怖すぎて逃げたんですよ、うん、であの本当にその空き地の横のアパートの2階から見てたんですよ、ずっと、うん、その後見てたんだね、見てて心配だからな、怖いな、そこはね、でその空き地で空き地の方見てたら、うん、謝ろうと思ったんですよ僕、あ、もう素直にごめんなさい、あの投げてすいませんって、ね、もう、うん、このトップみたいな旧車会みたいなやつがグワッて来て、そしたらこのシュンってやつも何を思ったか向かったんですよ、この集団の集団に、何文句あるわ、いやいやあるぜっつってタオル投げてるよ、タオル投げてるからあるぜ、俺は悪かったかみたいな、やってても話してて、そしたらこの後ろの本当にあのマスクした男がセメント持ったんですよ、あのブロック塀、まさかのブロック塀持って、で思いっきり投げてきて、おいお前どこのやつらだっつって、あ、その来たなんか俺で旬多分逃げたかったんでしょうね、うん、で、はいはいはい、俺あの来たなんか、来たなんかにアメック先輩っていうシュニアンキルから呼んでくるかって逃げの文句で言ったと思うんですよ、ただそしたら、アメック俺の後輩とってまさかの後輩、その社会のやつにもちょっとやられるっていう、ああなるほどね、ちょっとこすかれる、ちょっとまあ軽く、ね、まあまあ軽くっすよ、うん、でもう胸を思いっきりキュンってやられるよ、よかったよでもね、やったら分かるのだろう、気をつけろみたいなで帰っていったって、すごいね、そこで多分なんかまあ社会人なんでしょうね、そういうの起こしたらやばいから、なるほど、
で俺それを殴られたの見て、うん、大丈夫かっつって言っていやいやいや上から見てる2階からね大丈夫かっつって出てくるんだね恥ずかしい話だよっていうのがありましたね、そうちょっとね酔っ払っちゃったからかな、いややっぱダメっすよ、さ俺本当にこれ嫌なんですけど、うん、酒飲んで喧嘩売る人めっちゃ いるめっちゃいるじゃないですか、いる俺自販機に酔っ払って自販機に喧嘩売るやつ見たもん、もうそんなんとかもうそれいやおかしいな、リオってないでしょ基本温厚じゃないですか、あ僕はあの酒癖もいい方なんですよ、いいです悪い方なんですけど酒癖悪いっていうか僕寝ちゃうんですよ、僕はテンション上がって 寝るタイプ、あ、はい、僕は飲みながらボトンって気づいたら寝てるタイプ、はい、そうです、そうです、でこの何が怖いかって、うん、はい、こう喧嘩っぽくなる人の怖いところは、はい、自分で言うんですよ、おなんか酒飲んだらちょっと喧嘩っぽくなるから怖い言うやつは一番怖い、怖い怖い、もう自己申告するタイプは一番怖いっていう、なるほど、あいるいる、僕一回クラブで、はい、僕の北のあ茶壇高校の先輩だったんですけど、はい、茶壇高校の先輩が可愛い女自分が好きだった女の子がなんか、はいはい、あ喋ってたやつが、うん、なんか違う男の人に取られたと、なるほど、取られたって言ってそこはもう女性の好みだから仕方ないじゃないですか、ね、うん、女性の好みだから仕方ないんだけどこいつはもうなんかデイジー嫌だったらしくて、なんかそで喋ってる集団にこの2人の喋ってる集団にこのハイネケンの瓶ビルあるじゃないですか、はい、それをアンダースローで投げたんですよアンダースローなぜか知らんけど、なんか知らんけど優しいやつなのかな、みたいな感じで喧嘩になるんだったら上から投げればいいのに、はいはい、アンダースローでやーって投げたんですよそこ気にしてるのフォームで、アンダースローで投げたのが見事当たって見事当たってシリケンがなったんですよそれなるよね、はい、大問題になったよ、大問題になったんですよ、アンダースローで瓶投げたのやかってナンバーアンダースロー、まずアンダースローってナンバーとなったっていう確かにねちょっと見られてたもん、しかも、はい、だから喧嘩のあるシーンはよく見てましたね、まあまあね、そういうチューバーはそういうの多いもんね、多いもんね、うん、怖いながらもなんか多分どんななのかな、行ったらなんですけどね、各世代に伝説的なのがいると思うんですよ、うん、いやいるよ、いる同級生だって、ほら今キングスで大活躍の津山選手のお兄ちゃんか、お兄ちゃん津山4兄弟のトッパーも最強でしたから、ね、最強だったらしいですよ、そうなんですね、長男はバスケも上手いし、はいはいはい、腕っぷしも良かったみたいな、それ次男ばよ、次男同級生なんですか、マジか、次男めっちゃ腕っぷしも強かったらしい、すごいね、津山読んでくるよって言われるぐらいこれ同じ学校ってこと、違う、いや違うんです、ここは違う他校だったんですけども話が入ってくるみたいな、俺も北中だったんですけど、うん、遠いところから津山ってやばいのいるぜみたいな、そうやばいやつはね学校越えてくるよね、そうなんですよね、うちの世代もいた、北中中なんだけど普天間中のあのまんじゅうってやつはやべえぜ、わー面白い、でうちのファーストみたい、そう2個上のお兄ちゃんいるんですけど、はい、お兄ちゃん世代を北中結構荒れてて、はいはい、さっき言ったミッチェル先輩ちょっとお兄ちゃんちかぶってるから、はい、すごいやばかった時代の兄貴なんかもビビるぐらい、うん、でそれがちょっと時が経ったら、うん、そういえばあいつカラス出るってよみたいな、なってる、なるほどなるほど、カラス出るばみたいな、うん、めっちゃ面白いですね、男の子って面白いですね、男の子だな、そういうの好きだよなんだ、というわけでね、一旦 CM 行きましょうか、はい、CM 行きましょうか、はい、一旦 CM です、あ面白いですね、すみません緊張しました、あいい、全然ございます、いつも通りでございます、いつも通りラフな感じも全然いいです、いいね、漫画倉庫のくだりも面白いね、漫画倉庫の話全然もう家電の話とか振ったらいくらでもいい、あ本当ですか、なんかでも僕が店員だったから、うん、分かんないですよ、お客さんのあれが、あだからもう全然分かんなくて、はいはいはい、逆に本当に聞いてもらったら何でも答えれますよね、うん、うん、そうそうそう、店員さん本当にそれで思い出した、マスター俺はそう裏裏話というかね、そのさっき言った好きなね、可愛い子が来た値段つけるとかね、逆にこうお客さんに値段上げてって言われた時にどうやって断るかとか、断り方もうまい断り方なんです、例えば1万円でお客さん買ってほしいけど8000円しかつけれない、その時にどうやって8000円で納得させるかの話術とか俺結構好きだったわけさ、これいいっすね、小山さんマジで話術がうまかった、俺買い取りは社員から褒められてた、マジですごい、アクセとかあんな知らないやつも俺に行かせてくれて、もうお客さん速攻くどく、もうくどく、とりあえずでも8000円しか出せないだけどお願いします、あっちゃ1万円じゃあ持って帰るさ、ちょっと待ってください、今日は8000円ですけど次は絶対つけますって僕の顔覚えてくださいとか、くどき文句が、そういう駆け引きがもう面白かったから足柄鉄砲台みたいな、そう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 僕の顔覚えててください、そうそ そう覚えてくださいって嘘つきません上間です僕は上間ですそうで次来てもまたそうなんだけどねでも本当にいいもの持ってきたら本当にバッつけちゃうね、逆に、いいもの持ってきたらね、でも山さんなんか本当に、うん、年齢層広いもん、あそうそうそう、幅が誰でも会話できるみたいな、痛いし
なんかそういうタイプの人、そうだね、そのタイプの人、誰でもいけるいけるいける、もともと山田電機でいたんで、ああなるほど、そう、そこでやっぱ接客をね、あ、ワイデンからの、あ、そうワイデン電機さんね、ワイデン電機さん、でもまだ今あるのね、CM 中なんで大丈夫ですよ。そうや、ヨギちゃんの元職の近くで今僕働いてますよ、みのりの会、お疲れでした。こんばんは。トゥナイトファイブ、はい、というわけでね、トゥナイトファイブ第2ピリオドでございますね、はい、一回も、ね、第4ピリオド行ったことないですけど一回も、ね、ないんですけどねないですけどね、あ、いや、ありがとうございます、いろんな話聞きますよね、やっぱりね、この本当伝説的なヤンキーって、はい、この中学校のこのなんですか、うん、枠を超えてくるじゃないですか、はい、僕の見たことないんですけど、うん、本当にいるかどうか もう定かではないんですけど、はい、うん、僕もいろんな噂聞いてくるあるんですよ、まあ、もうあるでしょうね、あのギノワにいるミキヤっていう先輩はミキヤっていう人はあブロックベイワルっていう噂が流れてるんですよ、嘘つくなとすごいです、パンチでブロックベイワルってお前これセルゲイハリトーノフでもできる、やばいね、ワーと喧嘩するかってブロックベイワルってから相手が謝ったらしいです、はい、いや、そう、謝るよ、すいません、すぐ謝るねじゃあなんか発泡スチロールかそれっていう噂とかね、なんかこのいいっすよね、そういう噂が飛んでくる、だからすごい、いや本当にいるんだろうね、でもそうミッキーやって人は、あ、モデルがちゃんとあってのもしかしたらあれかもしれない、なんかいろいろついてってかもしれないですね、だからラジオで多分このミキヤっていうのの話するの8回ぐらいやってるんですけど、まだ1回も会ってないですよ、あ、なるほど、やったラジオで話したって本当かって現れるの街っていうか、じゃあこれじゃガラスの向こうにもしかして出てる、もしかしてブロックウェイ割ってるかもしれない、マジか、今聞きながらまだ聞きながら割ってるかもしれない、俺かってなるっていう、だからどっちなんですよ、喧嘩で一躍名を、はいはい、売るのか、うんうん、めっちゃ喧嘩最強ブロックウェイ割ったとか、はいはい、ただじゃなくて悪名で上がった人がいるんですよ、やっぱり普天間にあのデブタクっていう人がいるらしいんですけどこの人悪名だけで駆け上がっていった、喧嘩は強くないんだよな、分かんないよ、それも分からんけど悪名がすごいみたいな、とりあえずカツアゲしまくるとか3日で100万用意するとかそうやばいし、3日で100万無理って、このデブタクっていう方に、あのこれ噂なんですけど、はい、デブタクっていう方に125貸せって言われた瞬間、はい、その125は帰ってこないっていう噂があった、はいはい、噂もあるよな、帰ってきては帰ってきただけではよかったんですけど、こすれてたりとか、あのガソリンがゼロだったりだとかバッテリーないとかバッテリーがないって悪名高いっていうか、悪名高いっていう噂が来ましたね、本当にあのそれでなんか名を上げた人もいるんだなって、はい、面白いっすよね、そうなんですよ、普天間地区面白いっすよね、普天間地区ね、僕思い出ありますよ、ああ、ありますか、キックボードとかパクられたからな俺も、チャリとかも、僕あの中学校1年生の時に土曜日の夜8時ぐらい、はいはい、ちょうどこう宜野湾に蔦屋ができたばっかりの時、あ、そうなんすね、はいはい、その時にこう友達3人で8時なんだけどちょっと蔦屋行こうぜって、あ、いいっすね、でその時にちょっとこう金太子の、今普天間の金太子の、あ、ありますね、ありますね、近くを通りながらこう公園があるんだよね、あの公園通って行った時に、こう滑り台、大きい滑り台がそこに20名ぐらいのね、あの高台になってる、そう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 、お兄ちゃんたちがいてね、でこっち中1で結構ビビってて、パッて見て夜暗いし見てると、でこう何も言わずに3人こうスーッと行こうとした、スーッと行こうとした案の定10名とか言ったら、おいちょっと待てお前らって、何中か無視してそのまま行こうとしたら案の定追いかけられて、うわやば、でこうもうよくわからない普天間の小道をずっとバーってみんなで逃げていって、最終的にこうアパートのこうなんだろう駐車場のとこまで行った時になんかうるさかったから近所の人が出てきてくれて、おなんかあったの大丈夫みたいな感じで声かけられた時にこうなんだ大人が出てきたから追いかけてきたやつらはパッとこっち見たら逆にビビって逃げちゃったね、あなるほど、で結構10分ぐらいしてもうみんな3人集まってこうあっちの大人と話してた時に一人だけやっぱいるんだよね、遅れてくるヤンキー、はいはいはい、ヤンキーちょっと逆にこいつ追いかけてやろうかなみたいな、ちょっと強気になったけど、まあ、そこでこうなんとかそこの大人の人に家まで送ってもらって、わ確かに、いや普天間怖えわと、いやでもあるんすね、追っかけられると、あるある、なんでこっち何も悪いことしないの、ただ通っただけ、わあるある、本当にもうヤンキー漫画じゃないですか、そうもうびっくりした、ビビ正直ビビった、うちの島だぞここみたいなので、うわー来るみたいな、そう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 、その話で一個あるのが、はい、糸満の世代は糸満の世代、いや糸満の方たち、多分ゆとりじゃない方たちの世代は、あのバイクでビーンって糸満に入りました、ナンバー見て、おい富城やし、ですぐブロック上投げるらしいです、これね僕も聞いたことある、これマジらしいですね、あるある、そう
あっち通るときは夜は通るなって言うよね。糸満とかマジで投げるみたいよ。そう、あれ中ナンバーだな、ブロック上投げる。そう、地元以外だとやっちゃうやつでしょ。で言ったら何ですか、このなんて言うんだろう、排他的経済水域の真ん前にいるってこと。真ん前にいる。あの、なんで俺もこれが出たのか分からないけど、もう軍糸満軍。なるほどね。糸満軍狭間に一人が立ってるってこと。国境、国境越えたらもうすぐ来るやつ。攻撃される。入り口に風神大臣がいるから。そうそう、迎撃される。こいつが投げるから。あ、来たらかナンバーだな、投げよう。あ、投げよう。やばいとか。これ聞いたことあるね。で、南城市の玉城のヤンキーが一番やばいって言ったのが、あの、そのま、なんかピザーラ頼んだって、うん、でそのまあそのピザ頼んでから、そのピザ1時間遅れたって、うん、でわ、でもなんだわ、俺なんかせっかくなんかみんなで宴会しようと思ったのに、うん、なんで来ないわみたいな、すいませんみたいな、うん、で持ってきたピザ でもう冷えてるって、でサービスなんもなかったらしい、うん、ではもうナンバーのピザーラみたいな、ちょっとやるかみたいな。でその次の日の夜に、はい、あの昨日頼んだんだけど、またあの宅配お願いしますっつって、どこどこ来たやつって呼んで、呼んだ場所が、はい、あの、なんだろう、小橋ハーフマラソンとかする橋まで呼んで、二来かない橋かな、二来かない橋いいんですかっつって、で持ってきたら、うん、そのピザーラの原付投げられたっていう。橋の上から。すごい衝撃的や。本当にマジか。これなんか有名な話らしいよ、玉城では。へえ。未来金井橋から原付投げたっていう。このピザーラの、あの名所からね。ピザラ号を投げた。ピザラ号。ピザごと？ピザごと。ピザごと。ピザを食っちゃえばいいね。ああ、そうですね。ウェイ。ウェイ、お世話ありがとうみたいな。すごいね。とかがあったらしいよ。これはもう中部にも届いてきたから。あ、じゃあマジなんだろうね。本当の話かな。投げられたっていう。ね、大炎上起きるんだよ。バーン。だろうな。本当にあったらしいよ。でもあれかは、ピザでピ、ね、バイクやられちゃうんだ。いや本当になんか何もなかったから、うん、おつかないみたいな。軽いのりよあいつらは。あ、なるほど。大事件よ、本当は大事件ばい。でもあいつらはおつかないで終わらすもん、うん、これで、まあ、これでちょっと気がする。その終わってからのピザーラに店長に、すいませんバイク殴られましたって言いに行くバイト生みたいですよ。え？帰りって歩いて帰るのかな？かもしれないですね。そうですよね。そうね。その前電話して。逆にね。店長バイク投げられましたっつって。店長ええー、っていうね。いやーでもあ、まあ、本当に列伝ですけど。面白いわ。新しいっすよ。なんか、うん、ないっすか、こんな。もう やばいだろこれみたいな。だから俺は来た中のやつで、あの ALT っていうか、あの、はいはい、このコンピューターの先生とかいるじゃないですか。はいはい。の人なんかって本当の先生じゃないですよ。先生って呼ばれてはいるけど、うんうん、言ったらその外部コーチみたいなので、はいはい、やってなくて、めっちゃ上等な会社で来てたんですよ、はい、会社で来たために。で、あの、言ったら掃除中にヤンキーに見られるっていう。あ、この車高級車を、うん、なんかいいので来てるな。はいはいはい。ちょ、ごめん今掃除して手止めてっつって見てて、3、2、1ブンってか反対側になった。さっき見れるやつか。その人帰ってきた時に泣いたらしいんですよ。なんでこんなこと泣く。俺外部コーチだぜっつって。で、何もそんな悪いことしてないし。何も悪いことしない。別に怒ったとかね、働いただけです。そう。これ日本嫌いになっちゃうんじゃない。そうっすよね。やばいな、ね、かわいそう本当に。高校の時言ってたでも、ハーレーで来てる先生が。ハーレー本当にあのハンドルなかったですよ。自慢のハーレーのハンドルが。ハーレーないんだ。もう徹底、どうするバーティスト。これどうすればいいバーティスト。ハンドルないから。そうだよね。かわいそすぎる。でも、ハンドルで綺麗に剥がすその技術持ってるんですよ。レンチで取れるんですよ。あ、なるほど。あ、レンチで、もう慣れてるんだ。ハンドルがないっていう。逆にそこすごいね。面白いなぁ。いや、なんでもするさ。マジで、10代。10代って何でもしますよね。何でもするやし。え、じゃああれじゃね、あのうちらの世代の中学校に流行ってたのは、あの自販機の悪いやつだよね。自販機の中に手突っ込んでボコボコするやつ。今もう全部返しとかそういうついてるけど、うちら世代から始まったっていう噂。返しが、まあ、僕の某知り合いに俺が一番だぜってずっと言ってたやつがいる。うわ、なるほど。実は俺がやってたんだ。沖縄もしかしたら沖縄市長かもしれない。あれがこれ、あのアリンクリンのリューターの家の前か。それデッキルハンバーグ、まあ、僕らやってなかったっすけど。僕らやってなかったっすけど、はいはい、ヤンキーとか友達がやるのを傍観したんですけど、あ、
このみんなもうマジで取るんすよ。そう。マジで取る。手入れて。で本当にこのアリンクリのリュータのうちにあったんすよ。はいはい、で本当に取るらしくて、僕なんか同級生が実際取ってるとこ目あったらしいんですよ。2回から、うん。リュータと目があって。リュータが管理してるんですよこの自販機は。なるほど。リュータのお父さんが実際は。はいはいはい。だからこれを。やけに売り上げ低いのにないなって思ってたらしいんだけど。あれ契約で置いてもらうんだよね。そうです。で先輩だから、ゆずる先輩何やってるんですかみたいな。目があってとりあえず向こう向きは気まずいっていうか嫌だな。先輩の行動を見てて、でも お家の売り上げ減っていくみたいな。そうよね、死に悲しいんですよ。電気代だけ取られてね。そうですね、何も言えないっていう。取らなくなったって言ってましたけどね。というわけでまた綺麗がいいところで一旦 CM です。はい、いいいい。僕ドラゴンプロレスめちゃくちゃ好きなんですよ。琉球ドラゴンプロレス。最近超ハマってて、おとついも試合があって見たんですけど、漫画倉庫はスポンサーでリング作ってよくやるんですよ。してもらいましょう。じゃあちょっとだけゾモリーさんのために。まあどうやって決めるのかは、多分スポンサーになってるから多分それでやってるってこと。そうそう、リュードラもしかしたら。漫画倉庫お願いするのか、竜ドラ、琉球ドラゴン。トゥナイトファイブ。さあ、終盤になっておりますけどもね、メールが来てるんでね、はい、メールの方もお願いします。一気に読んでいきましょう。ともりんさんから、え、よぎさん、先駆け、あ、砂川さん、えんそさん、嘘でしょお前。こんばんは。砂川を先駆けって読み始めたら嘘。もう俺の存在すら嘘をしてる。相方なのにね。こんばんは、はい、M が倉庫とヤンキー話最高です。大爆笑。漫画倉庫もいっちゃった。もういっちゃったじゃん。争い点で琉球ドラゴンプロレス定期的にやってますが、はい、イベントなどどうやって決めてるんですか。北斗の拳に出てきそうな濃いキャラの人たちがヨギさん世代はいっぱいいるんですねと。あ、なるほど。すごい。これ多分スナちゃん世代ですね。ヨギはもう逃げてたからヨギちゃんはもう逃げてました。2階から見ますから。うん、2階から見て終わったら行くんで。そうそうそう、はい、というわけで、はい、このイベントはやっぱあれなんですか、今言ったスポンサーが。そうですね、これ何ですか、この M 仮想庫裏添え店で行われてるんですか。はい、そうですね、裏添え店の、 1階の、いや表の実は通りの58号が見えるところに、このリング作ってます。へえ、あれマジ、はい、普通に見れるよ。あれポケスポットがあるところですよね。なのかな。そうそう。あ、なんか言ってました言ってました、はい、そこ普通に見れる、無料で観戦できるんで。大体前、先月もやったんですよね、裏添え、はいはい、漫画、M が倉庫さんね、 M がでね、裏添えて。で今月もなんかあるみたいなんですけど、多分フラッと寄って見るの面白いです、うん、面白いかもしれないですね、うん、こっちお金かかるし、まあなんか最悪タバコ吸って、ね、そうそうそう、コーヒー飲みながら見るとか面白い、うんうん、めっちゃ楽しいじゃないですか、うん、面白いとかのイベント情報とかも多分載ってると思うんで、ミキは出てるかもしれないね。あるな。マスクつけてる、マスクしてるから撮ったらブロック上でブロック割るやつね。はい、撮ったらブロック割るって撮らなくても割れそうだけど。まあそういう風にイベントやってるみたいですよ。タモリンさん、いつもありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、まあ、上山さんに来てもらいましたけども、はい、僕らの告知もして最後入りましょうよ。告知ですか。はい、今週、うん、告知、今週土曜日じゃないですかね。土曜日、今週土曜日、イオンライカムの方でね、普通に MC しますので、はい、遊びに来てください。お願いします。お願いします。明日はね、キングオブコントでございますよ。はい、
明日キングオブコント7時から、キングオブコントね、はい、7時からありますので入場料500円です。はい、天仏ホール遊びに来てください。お願いします。お願いします。ともサクッとこのぐらいかな。はい、まあ、あのね、まあ、か月の方が終わりまして、でまた、まあ、何月になるか分かりませんけど再始動すると思いますので、その時は皆さんぜひとも応援の方よろしくお願いします。まあ、このぐらいでした。はい、はい、というわけで上間さん今日は来てもらいましたけども、残り1分30秒ほどでございます。はい、どうでしたラジオ。いや、実は初体験なのでめちゃくちゃ緊張してました。そうなんですか。そんな気しなかった。なんかすんだりスラスラ喋ってた感じだったんですけど、はい、いやもうね、何喋っていいかやっぱ分かんな い, っていでも好きですよね多分ね、ラジオとか好きです。あー、よかったよかった。それね、言ってもらえるだけでいいですよ、はい、ね、あの今日見に行ってくれた方もね、あの辛口のコメントもなく、ああよかったです、はい、炎上しませんでした、ね、なんだあいつクソ野郎とかもなく、ああよかったよかった、もともと優勝ないですよ、ね、つまみ出せこの野郎とかもなく、危ないよかった、はい、綺麗にクリーンに終わって、はい、追いかけられることないです、いいですねという感じで、無事終えましたので、ありがとうございます。ぜひともまたあの出る機会があれば。全然もう、はい、結構火曜日空いてますよ。あ、じゃあ僕火曜日空いてます。うん、調整します。あ、お願いしますはい、というわけで、はい、まあ、飛鳥さんもコメントありがとうございます。FM 小座のパソコン変わってるのは気のせいですかと。気のせいでございます気のせいですよね。2台変わっ2ヶ月前に買いました。2ヶ月前に買いました。まだ撮るアングルだろうな。なるほど、ごめんなさい、気のせいですって言いたくなるんですよね。うん、すみません、変わってるみたいですさあ、というわけで皆様へまた来週お会いできたらなと思います、はい、というわけでまた来週お会いしましょう。さようなら。お疲れ。お疲れ。